ちは。2月6日月曜日、豊島情報スクエアです。豊島区本庁舎1階、豊島テレビエコミューゼタウンスタジオより生放送でお送りしています。さあ、南池袋遺跡の話題がニュースになっていますね。まさに区役所の目の前にある場所なんですが、先日見学会も行われたそうで、ツイッターにはたくさんの写真が上がっていました。古くは縄文時代の遺跡も発掘されているということで、まさに池袋の、そして日本の歴史がわかる貴重な遺跡になっています。今後の調査にも注目していきましょう。ではまずはじめに、豊島区の最新情報ニュースフラッシュです。本日はこちらの話題を中心にお伝えします。まずはじめに、新型コロナウイルスワクチン接種に関するお知らせです。現在オミクロン株対応ワクチン接種を実施しています。対象者は2回目、3回目、4回目の従来型ワクチン接種を完了して3ヶ月以上経過した12歳以上の区民の方です。オミクロン株対応ワクチンは1人1回のみ接種できます。すでにオミクロン株対応ワクチンを接種済みの方は次回の接種ができませんのでご注意ください。接種は区内の医療機関または集団接種会場で実施しています。集団接種会場のご予約はインターネット予約または豊島区新型コロナウイルスワクチンコールセンターにお電話ください。医療機関は病院、クリニックに直接ご予約ください。これまで新型コロナウイルスは冬に流行しています。オミクロン株対応ワクチン未接種の方は早めの接種をご検討ください。続いてです。エポック展記念講演会のお知らせです。豊島区では区民の皆さんとともに男女共同参画社会の実現に向けて取り組んでいく決意を示した豊島区男女共同参画都市宣言を平成14年2月15日に行いました。エポック展ではこれを記念して毎年講演会を開催しています。今年度はエポック展開設30周年記念事業として、令和5年2月18日土曜日午後2時から午後3時45分にお笑い芸人フォーリンラブのバービーさんをお迎えし、性別などの違いに関わりなく一人一人がその人らしく輝いていきたいという気持ちの大切さや自分だけの幸せの形について楽しくお話ししていただきます。会場受講はすでに満席となりました。ライブ配信についてはまだお申し込みが可能ですので、ご希望される方は2月15日までにご覧の宛先に E メールでお申し込みください。先着100名です。なお、配信方法が Zoom ウェビナーに変更となりました。ご了承ください。皆様ふるってご参加ください。続いてです。積雪や路面凍結時の歩行についてのお知らせです。降雪により積雪、路面凍結している道路は大変滑りやすく危険です。ピンや金具のついた靴を履くほか、滑らないための歩き方のポイントはこちらです。1つ目、歩幅は小さくゆっくり歩きましょう。2つ目、靴の裏全体を路面につけて歩きましょう。3つ目、膝を曲げ体の重心をやや前にして歩きましょう。4つ目、手袋を着用する、リュックサックを使用するなど両手を自由にしましょう。5つ目、転びそうな時は頭を打たないように体を丸めましょう。その他、車の出入りのある歩道やバスやタクシーの乗り場は雪が踏み固められ滑りやすくなっています。屋外を歩く際はご注意ください。続いてです。社会福祉やボランティア活動の啓発と世代や障害を超えた区民の参加と交流のため、福祉健康祭りプラスを開催します。開催日時は2月26日日曜日の午前10時から午後3時までです。場所は豊島区民センター中池袋公園などで行います。
福祉関係事業では障害者関係やボランティア団体による出展やバザーのほか、普段接する機会が少ない補助犬との触れ合いブースやボランティア体験など気軽に参加できる催しが満載です。加えてパラリンピック閉会式で注目を集めた盲目のギタリスト田川博明氏が登場するイベントがあります。健康事業では骨密度や筋肉量、脂肪量などを測定する健康測定会や薬何でも相談コーナー、歯科衛生士による歯磨きチェック、聴力検査などを無料で体験することができます。さらに日本医学ジャーナリスト協会理事の村上和美氏をお招きして講演会を開催いたします。当日は正しいがん情報にたどり着くコツとはをテーマに、がんに関してご講演いただきます。開催時間は午前10時30分から12時です。定員は80名で参加費は無料です。講演会は事前申し込み制ですので、ご希望の方はご覧の宛先に2月24日金曜日までにご応募ください。空き状況によっては当日のご参加も可能です。福祉や健康について考えるきっかけにしてみてはいかがでしょうか。皆様のたくさんのご来場をお待ちしております。続いてです。1月31日火曜日、豊島区では記者会見を開き、令和5年度予算案重点事業を発表しました。令和5年度の一般会計予算は今年度の当初予算より3億6000万円の増となる1361億5100万円となりました。歳出については人件費242億円、事業費943億円、投資的経費177億円を計上しています。歳入についてはコロナ禍の影響により一時的に減少した時期がありましたが、ここ2年間は堅調に推移しています。豊島区が目指す都市造は文化の力で価値ある街を目指す国際アートカルチャー都市、子どもたちの未来を託す SDGs 未来都市、そして人が主役のウォーカブル都市の3つであり、文化による経済の好循環を生み出す街づくりが本区の目指す都市経営です。投資的経費を除く新規拡充事業はおよそ240事業、41億円で、そのうちおよそ半分を福祉、健康、教育のために計上しています。2月1日より豊島区児童相談所を開設し、長崎健康相談所を併設することで、虐待の早期発見から子育てや健康に関する身近な相談まで一貫して対応していきます。また高齢者を支える福祉施設を充実させるとともに SDGs 達成の担い手である子どもたちを育成します。今後も価値あるまちづくりを推進するとともに、共働き子育てしやすい町ナンバーワンと評価された取り組みについて、地域社会のニーズ変化もつかみながら改善を加え、さらに充実させていきます。以上ニュースフラッシュでした。続いては特集です。豊島区立中央図書館でフレイル予防に関する展示会が開催されます。そもそもフレイル予防とは何なんでしょうか。今日はゲストをお招きして解説いたします。本日のゲストはこの方です。豊島区高齢者福祉課介護予防認知症対策グループの沖津由香さんにお越しいただきました。沖津さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、先ほどお伝えしたように豊島区立中央図書館ではフレイル予防の展示会が開催されているということなんですが、まずフレイルとは何なのかご説明いただけますでしょうか。はい、フレイルとは健康と要介護状態の間の時期にあるとされ、心身の活力が低下してきた状態のことを指します。しかしフレイルになったとしても正しい対処により元の状態に戻ることができるという特徴も持っています。
フレイルは多面的な要素があり、外出する機会が減り閉じこもりがちになるなどの社会的フレイル、年とともに筋力が減り食べる量も減少する等の身体的フレイル、意欲や気力が低下して何をするのも面倒になるなどの心理的フレイルという要素があります。はい、新型コロナウイルス感染症の影響で外出の機会が減り、人との交流を避けがちとなって生活不活化、不活発状態が続くと、要介護状態の一歩手前であるフレイルへ移行する恐れがあります。なるほど。確かにコロナ禍になって、年齢問わずコミュニケーションを直接取るっていう機会が減った方って多いですよね。はい、そうですね。フレイル該当者の割合はコロナ禍前である令和元年度に比べて令和4年度では 1.02 倍とコロナ前に戻りつつあります。令和2年度では外出頻度、人とのつながりの低下など心の健康が低下した人が増加し、令和元年度と比較し 1.6 倍増加していました。令和3年度では片足立ち上がり、握力の低下など筋力が低下した人が増加し、令和元年度と比較し 1.3 倍増加していました。令和4年度では 1.02 倍とコロナ禍前と比較して横ばい、前年度と比較して低下しています。加えてこちらの図をご覧ください。はい、フレイルチェックでフレイルの疑いがある項目には赤いシールがつきます。この図はフレイルチェックの参加者でその赤シールがついた方の割合を示しています。令和元年度から令和2年度では社会的・心理的フレイルの項目が増加していますが、令和3年度では筋肉量の低下に関する項目が増加しており、いよいよ体への影響が出始めていました。令和4年度では令和3年度より指輪っかテスト、手足の筋肉量等の下肢の筋力の低下が継続して増加しています。しかしウィズコロナの意識により感染予防を守りつつ活動する方が増えていることが分かります。このことから区民の皆様お一人お一人がウィズコロナの意識を持ちつつコロナ禍前の生活へ戻り始めているからだと思われます。引き続き継続していただきたいと思っております。先ほどもお伝えさせていただきましたが、フレイルには可逆性があり、フレイルになっても適切な対応をすることで以前の元気な状態に戻ることができるという特徴があります。なるほど。可逆性があるということで改善ができるっていうのもフレイルなんですよね。はい、落ち込まずに改善策を見つけていきたいなというところなんですが、まず自分がフレイルの状態にあると認知することってすごく難しいんじゃないかなと思いました。これはどうやって知ることができるんでしょうか。自身がフレイルかどうかを知るために豊島区ではフレイルチェックというものを随時開催しております。フレイルチェックとは東京大学高齢者総合研究機構飯島克也教授が開発したフレイルを早期発見し自分で気づくということを目的としたチェックになります。自分で気づくのは難しいところ、こういうチェックがしっかりあるっていうのは心強いですね。はい、またこちらの図をご覧ください。フレイルチェックに参加した人は参加しなかった人と比べて2年後に介護予防認定を受ける可能性が3倍も低くなっていることが分かっています。3倍というとかなり大きな差ですよね。これは参加するべきだなというのが分かるんですけれども、ただ結果が怖くて受けられない、なかなか勇気が出ないという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。はい、フレイルチェックで赤シール7万以上の方には町の相談室にて看護師が電話や面談でのフォローを行っております。町の相談室へ参加した方の3割が改善、7割の方が現状維持という結果になっています。フレイルチェックで赤シールが多い方でも適切な支援で改善が見られますので、安心してまずはチェックを受けていただくようにお願いいたします。フォローも、しっかりあるということで、フレイルチェックを通して現在のご自身がどんな状況なのか気づくことが大事ですね。はい、フレイルチェックは継続して受けるようにするとより効果的です。目安として約1年に1回参加することをお勧めしております。1年に1回参加おすすめです。はい、豊島区が行うフレイルチェックの対象者は要支援・要介護認定を受けていない65歳以上の区民の方です。
費用は無料となります。しっかりコースと簡単コースの2つのコースを設定しています。はい、はい、しっかりコースはですね、所要時間は1時間半程度です。フレイルに関する細かい質問項目でしっかりとチェックしたい方におすすめです。はい、フレイルに関する質問と補足底、滑舌、片足立ち上がり、握力、ふくらはぎ周一長、手足の筋肉量を測定させていただきます。うん、簡単コースは所要時間は1時間程度です。11項目の簡単な質問でお手軽にチェックしたい方におすすめです。うん、フレイルに関する質問と3測定、滑舌、片足立ち上がり、握力の測定を行います。うん、ここでフレイル簡単しっかりチェックで使用しています11項目の質問11チェックについて説明したいと思います。はい、11チェックは栄養、航空、運動、社会性、心の5項目についての質問表になります。このチェックリストを使用してフレイルの状態を確認しています。指輪っかテストは下肢の筋肉量を調べる検査になります。このように両手の人差し指と親指で円を作り、ふくらはぎの周りを囲んでみましょう。囲んだ時に隙間ができる場合は筋肉量が少なくなっている状態の可能性があります。うん、下肢の筋肉量の維持は自立した生活を続けていくのに非常に重要となります。自宅でもどこでも簡単にできるチェックですので、ぜひお試しください。他にも測定検査もあります。うん、しっかりチェック、簡単チェックで測定している滑舌に関する測定の実演を行いたいと思います。はい、こちらが計測器になります。この計測器に口元に近づけ、パパパパと5秒程度発音してもらい、その回数を計測する形になります。1秒あたり6回以上であれば唇や舌の動きが良好であり、オーラルフレイルではないということになります。ということで上条さん、この計測器に向けてパパパパッと発音していただいてもよろしいでしょうか。かしこまりましたね。ちょっと滑舌のチェックということでプレッシャーも感じますが、やってみましょう。はい、はい、ここにパパパパですね。はい、はい、お願いします。はい、パパ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 パです。でもすごいチェック簡単ですね。そうですね、うん、結構お手軽にチェックできますので、うん、はい、で他にもですね、立ち上がり測定や四肢の筋肉量測定等の測定がありますので、うん、ぜひ参加していただくようによろしくお願いいたします。はい、そしてこのフレイルチェックどこで受けられるんでしょうか。はい、コースによって場所と時間が異なりますので、詳しくは区のホームページをご確認ください。はい、そして予約が必要なんですよね。はい、予約が必須となります。また、ご予約のタイミングによっては満員の可能性もありますが、2月、3月はまだ空きがございます日もありますので、ご予約をお待ちしております。はい、よろしくお願いします。気になる方はホームページご確認いただければと思います。そして中央図書館ではフレイル予防に関する展示会が開催されているんですよね。はい、フレイル予防に必要な3つのこととして、栄養、航空機能、社会参加、運動があります。この3点に絞った内容の本を紹介させていただいております。特に栄養については料理に関する本ももちろんですが、デパ地下やコンビニ食を活用したバランスの良い食事に関する本もご紹介させていただいております。はい、充実した展示になっています。こちらは2月23日木曜日まで開催されています。それでは本日のゲストは豊島区高齢者福祉課介護予防認知症対策グループの沖津由香さんにご出演いただきました。ありがとうございました。皆さんぜひお申し込みしてみてください。それでは今日はこの辺で失礼します。明日もどうぞお楽しみに。ではご一緒に、さようなら。さようなら。